田中古墳群、田中古墳群の一田中古墳群は、滋賀県高島市宿土川町田中にある古墳群。高島平野西部、大山寺の大地の東端部に形成された古墳群である。古墳群中央北に位置する田中大塚古墳を主墳とし、その周囲において、これまでに約70基の古墳が確認されている。古墳群は5世紀後半に築造が始まり、 6世紀中頃が最も多く7世紀まで続く。噴景は円噴、または宝噴で、多くは直径は約10から20メートル、高さは約1から4メートルである。アドガワイ北には古噴時代前期から継続して古噴が築かれていたことから、本古噴群の位置するアドガワイ南を新規開墾地と見る説や統治の勢力を アドガーイ北の勢力の分子と見る説がある。2007年には、初めての本格的調査となる発掘調査が36号墳において、なされている。田中大塚古墳は、田中古墳群の主墳。通称は、大塚、牛塚。宮内庁により、安住良母山高地として、良母山高地に事情されている。直径約58メートル、高さ約10メートルを測る大型の円墳。 または、ホタテ貝形古墳である。墳球は二段築成で、表面は、吹石で覆われるとともに、埴輪が巡らされる。埋葬主体は明らかでなく、粘土核、または、木管の自家層と推定される。築造年代は墳形。埴輪より五世紀後半頃と推定され、アド川以南で最初に作られた、主張母に位置付けられる。1905年、区内省によって、被葬者が、 飛行使用と想定され、周辺の古墳と共に買収された。その際、他の天皇陵の前方後円墳に倣って前方部が造成されホタテ買い形古墳とされた。現在に至るまで、両母参考地に事情されているため、調査は行われておらず詳細は明らかでない。日本書紀によると、飛行使用は当地に別業として、賛美の別業を営んだといい。 慶太天皇の幼少時に死去したという。この飛行王の墓を、高島しかものかも東海山古墳にあてる、説等もあるが、450年頃という形体。天皇の首相に対する五世紀後半の他の主張母は、ないことから、本古墳がその墓として有力視されている。また本古墳が主張母でありながら、前方後円墳でない理由に関して、五世紀後半における、有力天皇による、 中央集権下に見る説、本古墳は、よそからの支援による、初の大型古墳であるためとする説がある。田中36号墳は、2007年に田中古墳群のうちで、初めて本格的な発掘調査がなされた古墳である。直径24メートル、高さ4メートルの円墳、九州地方の古墳と共通する石屋式の横穴式石室が検出された。 石室の全長は7.9メートルを測り、壁面には赤色の顔料が塗られている。その他、バグ、ドキ類等多くの副葬品が出土した。以上より、築造年代は6世紀後半頃と推定される。現在では、遺構は埋め戻されている。注釈支店、田中大塚古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。